すいません、はい、集団ストーカーって聞いたことあるんですか？はないですね。ないですか？僕こういう YouTube やってるんで嫌がらせすごい受けてるんですよ。あ、見ときますね、はい、やめてください。はい、ありがとうございます。いくらです？1690円です、はい、集団ストーカーって聞いたことあります？聞いたことないです、はい、やってますよね、はい、やってるから言わないんですよ、知らない。何をですかね？集団嫌がらせのストーカーやってますよ、ね、いや、そんなやってないです。いや、証拠取ってますよね、はい、証拠があります、はい、証拠があります。証拠ですか？証拠。何の嫌がらせですか？うん、監視を気づかして、はい、僕のこと知らないですよね、全く。はい、ご存じないです。はい、ですよね、ご存じじゃないです。もし知ってたら犯罪者です。どう知ってんのに知らないふりしてるのはおかしいですよね。ちょっと存じ上げないです。ですよね。はい、僕結構 YouTube やって本も書いて。あ、そうなんですね。はい。はい、ですごい嫌がらせを受けてるんですよ。誰にですか？もう不特定多数のあなたたちみたいな組織。組織にですか？組織はどこかわからないですけど、 あなたはそういう嫌がらせに関わってますよっていう。あ、そうなんですか。はい、わかりました、はい、見ときますんで、はい、はい、すいません、はい、ありがとうございます。フードの店員最低の。ほんまきしょいわ。めっちゃ嫌がらせ受けてるんです。ぜひお試しください。ちょっと汚れますよね。今ラーメン食べてて今度汚れます。じゃあそこの店員めっちゃ嫌がらせしてくるの。あ、そうなんですか。そう。知ってんのに知らないふりしてきたわけ、ね。怖いですよね。集団ストーカー。集団で嫌がらせされたら怖いですよね。で、知ってんのに知らないふりとかされても嫌ですよね。そうですね。うん。優しいですね。全然そんなことないですよ。あ、そうなの、ね、偉いな。すいません、 YouTube とかやってないですか？やってないです。ネペンサ TV だけ覚えといて。フェイクニュースなし。パンダ背負ってるやん。ほんまパンダ背負っとるやないか。やる。ほんま、オタクが生きんのっちゅうねん、ストーカーどもの、アホどもの。ほんま、いじめって、いっとしいわ。いじめは差別、詐欺やからな。ラーメン飛んでる気持ち悪いな。ちょっとやめよう。ちょっと炊き直そう。